今回はこちら iPhone X なんですけども、画面にねライトセーバーみたいな感じで縦線が入ってるのと、あとバッテリーの容量っていうのが最大容量 81% になってます。なので今回はこちらのねライトセーバー画面自体を交換して、でバッテリーもね交換して、ほぼ新品の iPhone X を作っていこうと、そういった感じの動画になってます。ということでじゃあやっていきましょう。今回使うパーツに関しては、まずディスプレイがこちら Y プランっていうところのやつですね。レビューとか見た感じこちらがねかなり定番そうだったんでこれ選びました。でそう、 iPhone X に関しては有機 EL 搭載してるんですけども、こちらのね iPhone X の替えのディスプレイは有機 EL のやつもあるし、普通の液晶タイプのやつもありました。価格はね1000円ぐらいしか違わなかったので、こっちのね OLED の方がおすすめになってます。で続いてバッテリーなんですけども、バッテリーに関してはこちら iFactory のやつ買ってみました。個人的おすすめはデジフォースなんですけども、ちょっと他のやつもね使ってみたいということでこちら買ったんですけども、 iPhone X のやつ在庫が切れてたので、まあ、普通にデジフォースがおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、今回ねこっちも使ってみます。でバッテリー交換する時の注意点としては、ここのねバッテリー残量 20% 以下ぐらいにしておくといいと思います。完璧を求めるんであれば 0% まで、電源切れるまで使い続けて交換っていうのが一番安全かなと思います。まあ、今回ね 10% でやっていきます。画面を消します。 iPhone X の場合は、ボリュームボタンの上と電源ボタン、こちらの2つ長押しでスライドで電源オフです。電源オフ。工具とかが入ってるこちらのねバッテリーから開けていきましょう。さあ工具とかどんな感じに入ってんだろうな。まずこれがバッテリー本体だね。バッテリー本体と本体に貼るシール、これ1個しか入ってない。デジフォースは失敗した時用に2個入ってるから、まあ、デジフォースの方がちょっといいかもね。でそしてこちらが防水のシートですね。で工具はこちら、ヘラが2本、サイズ違いだね。こんな感じでヘラが2つに、でこちらがドライバー、先端は3種類ありますね。まあ、ドライバーの質に関してはそんな変わんないかな。で先端が Y 字とプラスと星型と、でピックが1個しかない。ピック1個にピンセットが1つ、でそして吸盤ですね。そんな感じです。じゃあ早速やっていきましょうか。液晶とねバッテリー両方同時に交換する感じでやっていきます。まず最初は星型のネジ、こちらをつけて、で iPhone X のね下側にあるライトニングの横のネジ、こちら2つを外していきます。さあ左回しです。くる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 。あ、そうだ、今気づいたけど、あのマグネットでくっつくシートないね。だからこのネジはちょっとなくさないようにするのちょっと大変かも。さくる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 。ああ、これなんか開けた感じ分解されてはなさそうだな。今回ねここにネジ入れます。そしたらね画面を上げていきます。画面上げる方法としては、この吸盤を画面にくっつけて吸盤を引っ張り上げます。コネクタは今回どっちにあるんだろう。あ、説明書も入ってないね、この iFactory は。ちょっと待ってね、コネクタの位置を調べます。コネクタはやっぱ右側に詰まってる感じだ。こうやってやっぱ本型に開けるんで、左下あたりに吸盤つけてやりましょう。吸盤をペターっと貼っていきます。さあ今回柔らかいかな。あれ、今回さ、このリング、このリングが素材めっちゃ柔らかくて伸びちゃってる。これちょっとやりづら。前回の吸盤捨てなきゃよかった。ちょっと難しいぞこれ。また本領付近からやりますかね。ほらほらほら、もうこれが取れちゃうもん。ちょっと待って、そしたらこの Y プランのやつの方を開けていこう。こっち側にも吸盤入ってるだろうから、こっちの吸盤使います。iFactory のバッテリーはおすすめじゃないです。工具が微妙。 Y プランの方に関してはマグネットスクリューマット、これめっちゃいいね。ちゃんと固定する用のやつがあります。で説明書も入ってて、防水シートも入ってて、画面保護フィルム入ってる。すごい、画面保護フィルムが入ってます。フィルムっていうかガラスで、これがデジタイザーに分解する用の工具はこれかな。よいしょ。あ、SIM ピンが入ってる。ドライバーに SIM ピンに、こっちも吸盤一つだ。あ、吸盤今回しっかりせそう。ちゃんとリングになってる。でピックに、あれもついてるね、前回大活躍した鉛筆型のやつ、ヘラ。でドライバーが3本とキックが1個。まあそんな感じですね。工具はねちょっとこっちの Y プランのやつ使います。そしたら温めましょう。ドライヤー持ってきます。まずは温めていきましょう。いきます。まあここを剥がすんで、ここを重点的に。 iPhone X の画面ってめっちゃ硬いですよ。いや前回のね7も硬かったからね。交換用のパーツそれぞれおいくらでしたか。概要欄にリンク貼ってあるよ。確か画面が6000円ぐらいで、バッテリーが2000円ぐらい。よし。あっちあっちこのリングが熱くなってる。まあ、こんな感じでね、開けて取っていくんですが、ここにちょっと隙間あんじゃん。ここにピックを入れます。で、こう来た。
よし、これで下から出していくと。はい、できてる。 OK。 さあ第一関門突破です。さっき入ってるところが違ったな。ほら2段になってるでしょ。こっちに入れちゃってた、さっき。危ない危ない。しっかりね、黒いプラスチックみたいなところに入れましょう。でこれで粘着を切っていきます。よし、あとは引っ張れば取れるでしょう。さあ来ました。ここちょっと粘着が硬いから、ちょっとテコの原理でこうやって剥がしていく、回転させて。 OK。 あ、ここにもあんだ。ここにもコネクタあります。なので開けるときはちょっと注意だね。あとはここ側も開けよう。ここも回転させつつ、よし、これでこうだ。じゃーん、開封できました。そうしたら次は画面を取り外した方がいいな。プラスネジが1個、2個、3個、4個、5個あるので、こちらのね、ネジを5個取っていきます。まず上から1個目、2個目、2個目のネジめっちゃ短い。3個目、3個目は長い。4個目、5個目。 OK。 でこれが終わったらヘラでね、ここのカバーを外します。よし、 OK。 ここのね、ネジ穴にさっきのやつ刺しとくといいかもね、マグネットのやつがないときは。はい、こんな感じでね、ネジつけときました。これをね、吹っ飛ばないようにどっかに置いといた方がいいと思います。違う机に置いてこよう、これ。よし、そしたらいろいろとね、コネクタが出てきたんで、まずはバッテリーのコネクタ抜きますか。バッテリーはですね、銀色のやつ上から3つ目ですね、これを最初に抜きましょう。でそしたら下側を取って、ディスプレイで外したいからこれも取りましょう。ディスプレイとつながってるやつカパッと外します。で最後ね、ここにコネクタくっついてるから、これは接着剤で止まってるからピンセットで挟んで抜くらしいです。ここのね、ピンを接着剤で止まってるから上に抜くらしく、ついてるやつを剥がす感じで、ゆっくりゆっくり。あ、剥がれた。よし、ちょっとここの下とくっついてるから、下のテープとくっついてるから、これを一回剥がして、でこれとつながってるとこ、ここだ。QR コードの横です。ここを外します。ここも右側からペリッと。よし、これで画面分割完了です。よし、いけました。とりあえずまずは、そしたらバッテリー交換しようか。下側のスピーカー部分を取ります。次は Y 字にします。 Y 字にしたら、ここのね、タプティックエンジンとかを取っていきます。まあね、多分これ取らなくても一応いけるっちゃいけるけど、絶対またちぎれるから、今回はね、しっかり手順に沿ってやっていきましょう。でここには触れちゃいけないらしい、こことか。今回外すネジは1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個です。めっちゃあるね。じゃあ外していきます。くる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 。これもね、位置をちゃんと覚えておくようにしないと。で2個目がここ。いや、マグネットのシート欲しい。っていうか、さっきあったな、そういや。あ、いいね、これ。この画面のやつはこうやって印刷してあるから、大体の位置にこうやって合わせよう。まあこれ画面側だけどね。 Y 字とプラスネジが混合してるね、これ。 Y 字がこことこことここの3つで、そしたら次プラスネジで、ここ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 の4箇所取っていきます。よし、取れました。そうしましたら、ピンセットを使って、この銀色のカバー、これを上に引っ張っていく。引っ張っていくんだけど、一気に取らないで、ちょっと立てるイメージ。ケーブルで繋がってるらしい。よし。あ、まあ、こんな感じだね。で、あ、ここだね。ここがフラックスケーブルで繋がってるから、これをピンセットで上にガコンと取る。 OK。 さあこちらのパーツが取れました。さあこれでね、カバーが取れた感じですね。そうしたらまた Y 字に戻します。 Y 字に戻して、このタプティックエンジンの右側、ここのね、ネジを外します。くる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 。よし、こんな感じでカバーごと取れました。あ、まあ、ネジを取って、このカバーを外してっていう感じかな。今回同時に取れました。そうしたら、またピンセットで、ここのね、銀色のやつ。これもコネクタになってるんで、これを剥がしていくと。これは上側に、こっち側に
剥がしていく。なので下側にピンセット入れて、上側にこうだね、外れました。こんな感じ。そしたらこれが外れるようになります。ここのパーツが、ここの隙間に刺します、上げます。接着剤でくっついてる。こうちょっと上、ちょっとこれ引っかかってんな。ここのコネクター引っかかんないようにちょっと上げつつ、このパーツを上げる。よし。で、そしたら、接着剤でくっついてるので、こっち側かな、接着剤でくっついてるから上側に引き上げる感じだね。で、結構ここが強力かもしれない。結構接着強いね。あ、ペリペリいけた。よいしょ。よし、取れました。こんな感じで接着剤がくっついてます。接着剤は再利用できません。ピンセットを使って残りの接着剤をきれいに除去してください。じゃあピンセットで、まずはこっち側取っていきます。まあ、言うてこっち側にはそんなにくっついてないな。で、本体のこのね、ホコリみたいなやつ。これも取っていきます。これきれいに取れるか？よし。地味な作業だな。こんなもんか。よし。まあ、適当にね、接着剤を取りました。ちょっと汚いけど。まあ、こんなもんでいいでしょう。そしたら次タプティックエンジンだね。タプティックエンジンの最後のね、左上のところを外していくと、プラスネジです。さあタプティックエンジンを外す。ちょっと待って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 待て。ここにコネクタがあった。ここのコネクタを引き上げる。これで OK だ。これでタプティックエンジンを外すと。OK。あ、だから最後ネジ残しておいたんだ。こうやってミスしないように。危ねえ。こっからが本番です。バッテリー交換の。そうしましたら、バッテリーのですね、ここにね、黒いシールがついてると思うんだけど、これを剥がして、中の白いシートをね、こう横にシュ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 っと出していきます。この作業がね、失敗したら超大変。さあ、慎重にやっていきますよ。今回こそ失敗しないよ。今回はね、4つあるんだよね、このシール。1個、2個、3個、あと上側に1個。で合計4つです。じゃあ順番にやっていきますか。まずは左側からいきます。横にこうね、平行にスライドさせていきます。ちょっとね、出したいね、これ。ちょっと横に出したいけどむずいね。そしてこのコネクタめっちゃ邪魔です。なんかね、これのグリップ力があんまりない、ピンセットの。ちょっと右から行くか。右側からやってみます。これで負けないもんな。あ、いけるか。あ、いけたかも。あ、いけた。ナイス。いけたけど、これ両側を巻きつけたいな。両方くるくる。いけたかも。これで、ちょっと待って。これ、全部、掴まないと。いきます。シュッ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 。来た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 。さあ、一旦、立て直しまして。これ一回引き抜いたら指の方がいいな。で、これで、横にスライド。平行にね。さあ、今回こそいけるでしょう。あ、いけてるいけてる。俺はちぎれない。いいよ。で、焦らず焦らず。ギリギリ。あ、ちょっと待って。このネジが倒れたら終わるから、ネジをちょっとどけといて。さあ。結構硬いね。はい、1個目クリア。確かに無理やり巻きつけるの表現合ってるわ。ナイス。この無理やり巻きつける作業が一番むずいかも。そう、前回は切れるか切れないかが難しかったけど、今回は引き出すのが難しい。これなんか裏面がさ、ザラザラになってる滑らないピンセットとかあるといいかも。これツルツルだからね。バッテリー交換も10はむずいかもしれんぞ。なんかね、あの 5SE とかよりも、このテープ自体の質が硬い気がする。質変わったね、これ。素材。一旦ね、ちょっと引っ張れちゃえば、こっちのもんなんだけど、なんかこの素材さ、一回伸びると伸びるんだけど、最初の伸びるまでが、大変だ。ちょっともう一回、最初のピンセットでやってみる。こっちの方がいけるかも。あ、いけたか。あ、いけたいけた。この銀色のピンセットの方がいけました。あ、来た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 。見えてる？さあ、二個目もいけました。で、温めなくてもいけるか、ちょっとこれで見てみましょう。で、ちょっと引っ張れたら指にチェンジ。引っ張ります。で、横にギコギコ。ギコ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 。あ、全然温めなくていけるな。ギコギコギコ。で、また根元を持って、ギコ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 。
よし、2個目完了です。こっちの方が行きやすかった。やっぱこの先端があれか、細いからか。超細いピンセットおすすめです。いい具合に挟んで、これでもうここピンセットの部分をつまむような感じで力入れまくって、ちょっと引き出す、テープを。来たか、来た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 、よし。あれ、やっぱあれだな、全体を持たないとダメだ。いいよいいよ、出てる出てる出てるから、これを指でつまんで、こっからは指、これで平行に出していくと。でバッテリー、これなんか押さえた方がいいっぽい。ふう、で持ち替えて、はい、 OK。 そうするともう下側はこんな感じでパカパカしてます。そしたら次上行きましょう。上に関してはここにあります。これをピンセットでほじ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 。今配信何時間？1時間か。あ、でもあれか、言うてそんな時間かかってないな。タッチ ID 機種とそんな変わってないね。そしたらこれをつまみまして、ねじる、いけます、これ一発でいける。はい、来た。はい、ガムが出てきたら指に持ち替えて、であとは簡単で横にギリ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 、この辺コネクタいっぱいあるからちょっと注意だね。ゆっくりゆっくり。あ、こっち結構長いね、ちょっと長め。わ、取れたか、取れたな、よし、 OK。 さあテープが全部取れました。そしたらバッテリーオープンの付けしていくか。いきます、ポロ、おー、取れました、じゃーん、こんな感じでバッテリーが取れました。そうしたら同じ手順でこのね、今回iFactoryのやつを取り付けていきます。バッテリー変えたらデータはどうなりますか。元通りよ。ちなみにバッテリー容量はですね、2716だから同じだね、同じです。あ、すごいね、このバッテリーはここ補強されてるね。で付属のこのテープを貼り付けていくと、裏面に。これ分かりやすいね、こう向きだ、こう向きで。さっきねこれ剥がすの大変だったから、ちょっと出るようにしたいね。青を外しましてピンクを貼るって感じだな。ピンクのシートにシールを残す感じでこのブルーシートを取ります。よし、ちょっとこの黒い部分をはみ出し気味でやった方がまた変える時にやりやすいけど、ちょっと待って待って待って、行かない、もういいや、このままこのまま行くしかない。よし、ペター。あ、これブルーシート両方同時に取った方がいいわ。同時に取って全部同時に貼った方がいい。でこれもいい感じに貼る。ちょっとこれ一回剥がしちゃいたい。ちょっとはみ出し気味でこんな感じだろう。これで貼り付けたらピンクシートから剥がしていく。しっかりバッテリー側に貼り付けて、さあ剥がしていきます。よし、 OK。 でこれでこれをバッテリー側にペロッと貼ると。であとは貼り付けるだけで、コネクターはこれこれなんで、ここにねしっかりここのコネクターがくっつくように貼る。ここの L 字、ここの L 字を合わす感じでいいかな。まあ、できるだけね上目に貼った方がいいね、ここを後々つけるから干渉しちゃうかもしれないから。ちょっと上側に寄せつつペタッと貼り付ける。そうしたら戻していくと、逆の手順です。で逆の手順やって次は画面の方に移ります。じゃあとりあえずくっつけていきますか。逆の手順としては、まずはタプティックエンジンをポンと置く、置きます、コネクターをはめます。あ、ここにね突起があるから、穴と突起を合わせる感じで、でネジをはめていくと、こんな感じでね、さっき置いたのでここのネジを取りまして、これはプラスドライバーか。で左上をまずくっつけます。そしたら次はこの部品をここに合わせてくっつけると。でその時にね、ここにコネクタあるんで、このコネクタと干渉しないようにこういう感じかな、このコネクタを引き上げつつここにはめる。でこれをはめたら、ここのコネクタをなかなかはまんないな。あ、はまったはまった、まあ、爪とかでやるといいかも。ここをはめました。でそしたら、ネジを取り付けていきます。まずここだ、ここにこのカバー付きのネジ、これを取り付けます。
まずはカバーを上に当てまして、その上にネジをはめる。 OK。 こんばんは。どこまで進めましたか？今ね、バッテリーを新しいやつに変えてもう一回組むところです。ただこれ組んだら次はね、画面交換に入ります。このパーツをここのまずコネクタをつけてからネジ止めだ。装着完了。よし、コネクタつけたらあとはこれを上からはめれば OK だ。よし。あ、映ってない。今右上止めて、ここ止めて。こんばんは。今更 10S ってありですか？デザインが好きなので気になってます。いや、 iOS15.4 で12、13がマスク付きフェイス ID になるから、もうなんかそれ以降のやつを今から買うのって正直なしなような気がするね。まあ、今回みたいに旧機種は新しい OS の機能対応しませんよとかよくあるから、今から買うんだったらやっぱ13頑張って買った方がいいかなとは思う。よし、これでマシ締め。よし、 OK。 そうしたらあとはね、この辺のコネクタをパチンパチンパチンとやって終わりなんだけども、ちょっと一回ね、これでバッテリー交換終わったんで動作確認しますか。一回コネクタをね全部はめます。まずここを1個はめます。ここ2個目はめます。で3個目はめるって感じ。まあバッテリーも今つけちゃいます。バッテリーはまった。はい、つきました。そうしたら動作確認していきましょう。動作確認っていうかね、バッテリー交換してバッテリーがちゃんと使えてるのか。さあ、まず第1弾です。動いて画面も壊れてないんでしょうか。いきます。電源ポチッ。あれ、コネクタちゃんと刺さってるよね。刺さってる、刺さってます。これでつくはず。いきます。ポチッ。つかない。バッテリーゼロかな。ちょっとライトニングさせてみます。まさかやらかしたか。バッテリー残量がただゼロなだけを祈ります。ライトニング挿して、あ、ポーンって、ポーンっていったってことは、ポーンっていったってことは電源はついてるってことか。あ、ついてる。電源ついてるけど画面ついてない。え、点滅してる。あ、本当だ、ついてるね。ちょっともう一回端子あれしてみるか。ってことは充電残量は大丈夫そう。電源一応切れるかな、これで。あ、ブブブってなった。タッチパネル反応してるか、この辺よね。電源オフ。あ、切れたね。これはどれかがハマってないか、一回全部取って差し直してみるか。タッチは生きてる。これが多分インカメよね。これはカメラ。こっちかこっち、どっちかだから両方とりあえず抜こう。まあでもここだったら端子が壊れてるってことはなさそうな気がするけどね。でこれでまたはめ直してみます。うわ、ちゃんとハマってなかったのかもしれん。きっとそうだ。ここのケーブルって新しいやつあるんかね。これあれだな、もし壊れてたとしたらパーツだけ変えるか、他のジャンクの iPhone X を買ってそこから移植するって感じだな。よし、再チャレンジ。2回目の電源オン。3、2、1。はい、これ多分今リンゴマークついてるよね、きっと。まあ、ちょっとこの辺が光ったら電源入ってるってことだな。これやらかしたかもしんないな。ちょっとブーってなるか、マナーモードでやってみます。あれ、ブーなんないや。これ電源入ってないな。じゃあちょっとライトニングケーブルをつなげてみます。シュッ、ついたね。あれ、でも音なんなくなったよ次は。あ、ブブブってなった。これ画面いった、ファン。あれ、今度音出なくなった。光ってない。でも一応ね、このマナーモードを変えるとブブブってはなんだよね。一応電源入ってるっぽいな。うん、ブブブってなった。あ、ついてるついてる。ケーブル特に断線してる感じはないな。傷つけた感じもないね。画面がいったかもしれないですね。それにかけてちょっとじゃあ新しい画面にするか。さあどうなる。ちょっと先行き不安になってきたね。ちなみに新しい画面はこちらです。で、あ、最高最高です。このコネクタついてんじゃん。え、待って、ちょっと一回バッテリーコネクタ外したから、一回ズーム、希望の光が見えてきました。このコネクタを外します。外す、外す。よし。え、ちょっと待って待って待って、こっちが新しい液晶です。で、こっちが古いやつです。ここの線があるから、ここが死んでたとしても生き返る希望を持てます。
フェイス ID さえ移植ちゃんとできれば OK。 よし、よかった。まあ、ただフェイス ID の移植結構難しいらしいけど、じゃあこれは一旦どけておきます。っていうかあれかな、もともとさ液晶壊れてたじゃん、ここ線入って、それが外した衝撃とかで全部ぶっ壊れたのかもね。まあそうでしょう、きっと。そんな感じでじゃあやっていきますか。続いては画面交換に入ります。多分バッテリーはね、一応交換はできてる、多分 100% のはず。よし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 、よかった。じゃあ変えていきます。一回じゃあ新しいやつはどけておきまして、古いやつのフェイス ID を移植します。上は移植、そうそうそう、上はね、でも移植しないとフェイス ID 使えないらしい。なんか他のパーツとかにしちゃうと使えなくなっちゃうんだって。よし、じゃあ YG コネクタですね。いやーもう終わったかと思ったわ、危なかった。まあ、ただこれ治る確証はあるわけじゃないけどね。まずはこのね、ここ上側ね、上側の右上、ここを外していきます。このカメラの、カメラか、これカメラじゃないな、人感センサーみたいなやつだ、センサーの右側。さあ Y 字で外していきます。ここね、くる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 。でこういう時に大事なのがこれです。このディスプレイおすすめかもしれない。あ、金具付きだ、これ金具付きをここに置いとく。続いてはこの Face ID 部分だね。ここの部分にも Y 字があるんで、ここと、あとここ、この2本を取っていきます。さあくる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 、よし。でしっかりね、ここの青い点にくっつけておきましょう。これめっちゃいいわ、このディスプレイおすすめです。ちゃんと動けば、まあ、動かなかったとしても初期不良じゃなくて多分俺の作業のせいだなこれ。よし、ネジ3つ、ネジ3つで終わりだ、簡単かこれは。でそうしましたら、これ古いやつだよね、これの上側を取っていくと。ここをペリッと取っていくんですが、もう取れてる、ここ接着剤でくっついてるから、ヘラとかでこの隙間にね、入れてこれを取っていくといった感じです。でフラックスケーブルがつながってるから、ベローンってできんのか、ここ引っかからないようにペローン、おー、よし。でこれで、うわ、これ断線させたら終わりじゃん、めっちゃ細い。でここのユニットを取っていくと、あのドライヤーで温めて、剥がしていく感じだね。このテープごと全部取っていく感じだ。いやこれむずいぞ。センサーを固定するための接着剤を柔らかくしますと。でそしたらここの間にこのヘラをこうやって入れて、このね金属のやつから取るとやっていきますか。うわここ緊張すんな、この画面側からやるか。あちちちあち、さあ成功するのでしょうか。1分ぐらい温めるって書いてあったな。あーなんかいろいろ飛んでってる。いや iPhone X 大変だな、修理業者ってすごいんだろうね。でもなんか業者の動画見たけど、業者もねここの部分は難しいって言ってた。でそしたら冷める前にヘラで、あーなるほど、これはむずい、ここの接着を剥がしつつ、うわこれ壊す自信しかないぞこれ。あ、いけた、こんな感じ。うわピントが、撮影しながらむずすぎ。ここの下の隙間に入れて、で剥がしてく、右側が剥がれてない、左側から取っていくべきだなこれ。金属のやつをこうね、テコの原理でこうやって浮かせていく感じか。これはフェイス ID 使えなくなる説濃厚ですね。あ、でも剥が、あー、お、でも剥がれてる。いいぞ、いいぞ。ちぎらないように。でも結構剥がれてきてるよ。これちょっと見せづらいな。ちょっと見せたらね、多分断線するからこれ。ちょっと自分の感じでやります。あ、でも見えてるか、ギリ。よ、ちょっと温めます。ここはね、手強い。あ、電話もダメなのか。マイクもついてんのね、これ。スピーカーか。いや、これむずいな。フェイス ID の画面交換は、絶対頼んだ方がいい。これ素人無理だ。ここのブロックごと取るんだ。ここのブロックを最後、ここのブロック以外をこうやって剥がしたら、ここの金属のやつ、ここの金色のやつと、ここにもブロックっぽいやつがあるから、この二つを剥がしたら、最後ここのブロックをピンセットを使って環境センサーをディスプレイのくぼみから引っ張ると。このピンセットで、わっ！
あ、やったかも俺。大丈夫か。あ、大丈夫か。この右側にくっついてるから、左側をキュッと、ポンみたいに、こう開く感じだね。で、出していく。できたー！いや、むっつこれ。さあ、取れました。これが残骸です。緊張するね、これ。そしたら、新しいやつに移植すれば OK かな。一緒だね。じゃあ、これはもうゴミです。これ、移植も大変だぞ。まあ、さっきの逆の手順でやっていく感じ。ちょっと集中します。まずは、ここのね、ブロックをつけていきます。ブロックをここの穴にはめます。環境光センサーね。スポン。あ、なんか接着剤とかないから緩い感じになってるな。はめます。で、この辺もはめる。はめるっていうか、置くだな、これ。ここのブロックはめます。ここら辺置きます。畳みます。ネジ止めで OK じゃない？で、これ、あれだもんね。iPhone につなぐやつだもんね。え、簡単じゃん。これ外すのが大変なだけだわ。そしたら、ネジをね、つけていきます。画面効果はさっきの断線せずに外すのが一番大変なのかな？さあ、これでね、画面ついてバッテリーもちゃんと認識したらね、ぜひ皆さんチャンネル登録していただけたらと思います。いや、もうこれはね、超自信ある。これはね、できてる感覚がありますね。で、あと、この金具どういう向きだったっけな？ちょっと待って。こういう向きです。これ見えますか？こうです。こういう向きでつけてください。こう向きで、ここにくっつける。で、これで増し締めをします。いや、これはもう来たでしょう。で、こことかね、レンズのあれなんで、シポシポで、ホコリを飛ばしましょう。シポシポー。ホコリを取りまして、よし！あとははめるだけ。え、画面交換めっちゃ簡単じゃん。いけるぞ、俺、10の次もう一回やってって言われたら、バッテリー交換より画面交換の方が簡単だわ。よし、そしたら、まあ、さっきと同じ手順で、つけていくと。で、つける前に、端の防水テープ。これ全部取っちゃった方がいいね。新しいやつあるから。このテープは剥がしちゃいましょう。あとは、この防水テープを貼って、端子くっつけて、電源入れれば OK よ。この防水テープ取るの結構大変だな。コメント読みながらやるわ。いやー、今何時間？ 2 時間10分か。これちなみにバッテリー交換と画面交換って、Apple に頼んだらいくらかかるんだろうね。画面交換 Apple Care に入ってなければ5万！これ5万取れんの？作業費4万ぐらいか。これは儲けれるぞ。よし、取れました。防水テープが取れたんで、そうしたら防水テープを貼っていきましょう。防水テープはどっちのやつ使おうかな。じゃあバッテリーについてたやつ使うか。これを剥がしまして、これを貼っていくと。で、貼ったら上の剥離シートを取れば OK だね。じゃあ行きまーす。よし、いいね。いいよ。ほいほいほい。あべ、ちょっと、上側が、ひぎ曲げる。いけました。ちょっとサイズ合ってないかな、これ。これ何のやつだ？これバッテリーについてたやつかな。まあいいや。で、これで、しっかりね、隅の黒いところを、まあ、爪とかで、しっかり、本体にくっつけまして、で、そしたら、ここのね、青いペリペリを剥がす。おー！ OK！ ホコリを払って、特にね、カメラレンズ。そしたら、くっつけていきますよ。こちらの iPhone X。バッテリーも劣化して、画面もぶっ壊れてたやつ、治るのでしょうか？じゃあ端子はめていきます。まあ、さっきと同じ手順で、まずは上側。バッテリーとの隙間、ここの隙間に、この線を刺して、で、端子をはめる。そしたら、続いてね、この端子とこの端子をここと、ここにつけていく。で、最後、バッテリーのコネクタをつけます。よし。じゃあ、ここね、コネクタ全部つけたら、このカバーを取り付けていきます。よし。これで、ホコリを飛ばしまして、倒して、あとははめていくだけ。で、あ、ジャイゴね。ジャイゴじゃないや。最後ね、ここの星型のネジを締めていきます。ジャーと最後が混ざっちゃった。ジャイゴ。これで iPhone X がもう、新品同様になっちゃったよ。OK！ ということで完成しました。じゃあ電源つけてね、バッテリー 100% になってるのか、Face ID はしっかり動作するのかっていうのを検証していきます。いきます。電源ポチ。
はい、オッケー。電源は入る。動作確認していきます。あ、でもここ点滅してるからいけてそうだけどね。まず今まで登録してたFace ID で認証解除できるのかやっていきます。おい、あれ？あ、そっか、再起動した後はパスコードが必要なんだ。じゃあまずFace ID 行きます。顔に向けます。お、来た！Face ID 解除できた。バッテリーポチ。バッテリーの状態 100%。 OK。 そしたら Face ID を見ていきましょう。 Face ID とパスコード、パスコード入力、もう一つの用紙をセットアップ。これでちょっとセットアップできるかやっていきます。お、カメラも生きてますね。2回目の Face ID がスキャン完了しました。 Face ID 設定されました。 OK、 Face ID も生きてる。で、そう、画面をね、純正じゃないやつに変えるとトゥルートーンが使えなくなるみたいな。あ、ないね、確かに。設定の画面表示と明るさで、ここにトゥルートーンを確かあるはずだよね。それがない。で、こっからやって、トゥルートーン。あ、なくなってます。トゥルートーンを使いたい人は、Apple 純正で変えなきゃいけない。ナイトシフトは普通に使える。あ、ただトゥルートーンあんま使わないから、別にそこまで関係ないかな。そう、で、なんかさ、iPhone いくつからだっけ ?10S からかな。なんか画面とかバッテリーとか純正以外に変えると、情報に出るみたいな感じで見た気がする。ちょっと見てみます。あ、ないね。特に出ない。で、画面の質は、もう普通に綺麗だね。ちょっと画面の画質を見ていきましょう。こんな感じです。普通に使えるね。で、ダーク。しっかり有機 EL になってます。画面明るくしても、ほら、ここの黒が発光してない。素晴らしい。ということで、こちらの iPhone X、ほぼ新品にすることができました。バッテリーも新品、画面も新品といった感じで、ちなみにこれ、乾燥時間に関しては2時間半ぐらいかかりました。まあ、ちょっとトラブルもあったんでね。なので、これからやってみたい人はぜひこの動画を見て真似していただければ、多分失敗しないと思います。ただ、やっぱりね、iPhone 結構ね、難しめ。特にこの Face ID のコネクタとかを取るのがかなり難しかったから、その辺はね、注意した方がいいかも。iPhone X に関しては普通に業者に頼んだ方がいいかなと個人的には思ってます。この動画いいと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。以上、iPhone X の修理でした。バイ。OK!